ストラクターの香織です。今日はここでしかできない、オリジナルのコアトレーニングフロインのご紹介をしたいと思います。フロインはこの専用の滑るパッドを使うことでより強度なコアトレーニングを体験していただけます。でまずは今日は動きのご紹介です。こういう感じでプランクからお尻の位置変えずに動かしたりすることでもう 3,4 回動くだけでかなりお腹を使う感覚がわかると思います。でもうちょっと強度が欲しい方は右左動かしていきます。でその他にも走って有酸素運動ですね。それでさらに息を上げて脂肪も燃焼していきます。でさらにちょっとおすすめの動きがまずはこの違うパッド長いのを使います。これを使ってくびれの動き、これもかなりきついです。なかなかサイドライン効かすの難しいと思うんですがフロインだと簡単に効かせることできます。でその他にも胸をこう床に近づける動き、これでしっかり胸のトレーニングですね。あと二の腕にも効きます。はい、では次はお尻に効く運動を紹介します。まず最初はこの動き、今こっちの右のお尻にすごく効いてます。で足大きく動かすことでどんどんこっちの支えになっているお尻が効いてきます。で次はこのままこっちの反対のお尻に効かせます。で戻すときは内もも、パッドがあることで効かせづらい内ももにもしっかり効いてきます。で最後は走っていきます。このまま、これは体幹の強化にもなるし、あとお尻太もも裏にもすごく効いてきます。さらにひねってウエストのくびれも入れていきます。フロインはトレーニングだけじゃなくてストレッチにも使うことができます。ではまず胸を伸ばす動きをご紹介します。ゆっくり吐きながら肩と胸の前へしっかり伸びます。お腹も伸びます。次はツイストすることで胸周り柔らかくしていきます。次は足の付け根を伸ばしていきます。今はこの太もも前がしっかり伸びています。でさらに足を伸ばすことで太ももの後ろもしっかりと伸びていきます。では最後に内もものストレッチをご紹介します。皆さんいかがでしたか。この他にもたくさんメニューはご用意しています。あとクラスは3人までの少人数制クラスなので来ていただいた方皆様それぞれに合ったプログラムを構成させていただきます。ぜひ皆様ご参加ください。